のでかいの何やったんやろ。アオリー級エースのシャロータイプに当たってきました。 3.5 号です。いい動きしますね。やっぱりアオリイカをキャッチしたんですけども、その時に使った駅がこちらですね。アオリー級エースシャローですね。その時の、アクションなんですけどね、ちょっとなんか先ほどなんか見えたんですよ。なんかあれイカかなって。でも全然ね、どっか行ってしまってわからなくなったんですけど、必要以上にちょっとそこら辺周辺を、叩いてたらやっぱり乗ってきましたね。しゃくり方としましては、やはり、ボトムぶつけてからの、スラッグジャークとワンピッチショートで、上げからの一定層のジャークですね。その時にフォール入れた時に、ほんまのどん底ですね。もうほんまにボトムつくかっていうところへんで、ノーゾーっていう感じで、もうちょっと聞き合わせみたいな感じで撮って、でその時に合わせたんですけども、見事に、乗ってくれました。タックルなんですけれども、まずロッドの方が、デュエルのモンスターオリーキュー 83T、 こちらの方を使用してます。でリーダーの方がカットリーダーエギング専用、こちらの方が2号スナップも、ブラックスナップの2号を使ってます。このタックルで挑みました。